今語られるサッカー日本代表の真実。やっぱりアジアカップでのストップは自分の中でやっぱりターニングポイントになりましたよね。一試合中やっぱりしびれてて、もうイラク戦に対してはもう間に合うかどうかかなり焦ってたんで、誘って右に持たせてそれで体入れてクリアできた。世界に出るため、名前を知ってもらうための一つのきっかけの大会でした、ね、僕らのワールドカップストーリー。1993年に10チームで発足した日本プロサッカーリーグ、誕生とともに高まっていったサッカー日本代表、ワールドカップ出場への夢を4選手とともに振り返る。日本代表初の本戦切符を手に仕掛けたゴールキーパー松永重達、ワールドカップ予選ドーハの悲劇を振り返る。アマチュア時代からプロになって、まあ、意識の違いとか、まずそれをお聞きしたいのと、あと、まあ、ワールドカップ相当遠い大会のワールドカップに対して、その辺の距離感というか、その辺の変化をちょっと教えてください。サッカーがメジャーっていうのも、もうかなり前だったので、まあ、一人でも多くのお客さんがもうそのまんま1回で帰るんじゃなくて、またリピーターとして、まあ、一人でも増やさなければいけないっていう使命感はものすごくありました。でワールドカップに関しては、はっきり言って、まあ、もう夢さえもう見ちゃいけないっていうレベルだったので、まあ本当にテレビで見て、まあ、あの選手のプレーがいいだ悪いだって、まあ、仲間と酒を飲みながら、まあ、談義しているものだとは思ってました。予選のゲームの中で一番自分でもベストなセーブというか、これがあったから結構っていうのは、なんか思い出に残る。あの一番フォーカスされているのは多分韓国戦で1対1を走るせいで、まあ、それもまあ MVP になったんですけど、そのプレーじゃなくて、まあ、その試合なんですけど、前半の時に昔サンフレッチェにいた野純裕っていう選手がいて、1対1になった時に本当に意味でクラッシュしたんですよ。で結局その試合勝ったんですけど、右足のすねだと思うんですけど、一試合中やっぱりしびれてて、ちょっと終わった後もまともに歩けないぐらいで、まあ、試合の時はちょっともう集中したんで動けたんですけど、で翌日も全く動けなくなって、でも自分ではもうちょっと次のイラク戦無理かなと思ったんですけど、でもその時の周りのメディカルも監督も一切だから何も構ってくれなくて、結局もう自分でももう部屋帰って氷冷やして、結局1日経ったらキレッと直したんでよかったんですけど、でもやっぱ守護神なんで。はい、そうですよね。松田選手の体をボール取った瞬間失点なんで、他の選手でこんな現象ないですよ。ボールがどこが、自分が構えてるこっちにボール行った瞬間っていうのを、責任はだから11人同じようだけど、なんかキーパーのその責任の大きさってまた特別だと思うしね。もう重圧感というか、もうそれは仕方ないので、ただ確かにそのゲームのグレードが上がりにつれて、やっぱそのミスの度合いも、まあ、取り上げられ方もかなりやっぱ大きくなるので、いやかなりメンタル的にはダメージでかいですよ。もう初のましていけるかもっていう、ハイライト頃は当然アマチュアだから、うん、ワールドカップってオリンピックさえも難しい、うん、韓国に勝てないような時代ずっと経験されて、やっぱり韓国にやっと勝ってっていうリーチかかっての、それがもう消えたっていうのは相当でかいですね。まあ、そんな松永さんにとってのこうなんだろう、ワールドカップっていうのはどういうものなんですかね。まあサッカーを通して、なんていうのかな、やはり世の中生きていく上で甘くないよっていう、やはりあのさっきも少し触れましたけど、まあ、前年度にダラスでも勝った、アジアカップも勝った、で J の年に突入して、まあ、開幕前にワールドカップの1予選もそれも勝ち抜いたと、で、まあ、この勢いでいけば
ワールドカップの切符をつかめるんじゃないかっていうものは持ってましたけど、結局やっぱ最後の最後でやっぱああいうことが起こるってことはやはり何かが足りなかったってことで、結局人生も含めてサッカーも含めてまあもう少し勉強しなさいってことだと思うんですよね。